樹齢200年の松の木。お値段はなんと1500万円。阪急梅田本店で開催されている企画展。会場にはさまざまな盆栽およそ2500点が並びます。実は盆栽は今 SNS などをきっかけに若い人や海外の方にも大人気なんです。現代っぽい入れ物とかのもあったんですけど、私的にはもうこういう古い昔ながらの方が好きです。Very much interested in the nice art of bonsai. I had a bonsai, yeah, I was taking care, yeah, but it was not very successful. Unfortunately, it died. 会場には一風変わった盆栽も。こちらは枯れてしまった盆栽を再生させたドライ盆栽。世話をするのが難しい盆栽ですが、こちらは水やりも不要で気軽に盆栽を楽しむことができるといいます。盆栽は何年もかかります。育つのは何年もかかって、ただの植物ではなくてペットみたいです。世界を魅了する盆栽。この企画展は26日まで開かれています。